ね、皆さんここまで楽しんでこれましたでしょうか。ありがとうございます。つい先ほどね、社長にもう最後だからお前の好きなようにやれともう説明とかいいからみたいなというわけでここもね5時までということで曲をね皆さんに聴いていただいて、この電子ドラムだけどすごい生っぽいいい音がするんだよっていうことだけ分かっていただければいいなと思います。デモンストレーターを務めさせていただきますドラマーの金子夏希です。よろしくお願いします。で、よかったらそちらにねヘッドホンがあるんですよ。こちらを装着していただくとスピーカーからだけじゃなくて私が聴いてる同じ環境でいい音でね聞けるので、ちょっと数に限りがあるんですけども、よかったらねそちらも聞いていただけたらと思います。聞こえる？バスドラの音とか聞こえます？そんな感じでねもうフランクにね盛り上がっていけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。ではちょっと激しめのね曲を聴いていただきたいと思います。ブースへようこそ。ドラマーの金子夏希と申します。よろしくお願いします。今日は残り時間短いということで、こうささっとねささっとこう良さだけ、このドラムはすごい生っぽい音がしていいんだよってことだけね皆さんにお伝えできればと思います。で動画とか撮影も全然 OK なので、ハッシュタグ楽器フェア2018とか、ハッシュタグ ATV とかね、ハッシュタグ金子夏希とかね、ぜひつけて可愛い写真だけ可愛い写真と動画だけアップお願いします。というわけで続けてもう一曲はちょっとおしゃれめな曲を聴いていただきたいと思います。
っとフリーザックさんありがとうございます。私のお友達のねフリーザックさんです。皆さんよろしくお願いします。というわけで、次が最後の曲になってしまいます。まだ来たばっかりってね、ありがとうございます。そうだな、ぜひね今日撮った、さっきも言ったけど、まだねこの会社もできたばっかりで、本当に皆さんのこの少しのこのなんか、あ ATV いいかも、気になるみたいな一言がどんどんこうこの我が社って私の会社みたいになっちゃったけどこのね会社のこう力となり糧となりますのでね、本当に良かったなと思ったらぜひツイッターなどで拡散していただけると嬉しいでございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。というわけでもう早速ねババッと最後皆さんがよくご存知の元気な曲で終わりにしたいと思いますのでね、もうどんどん煽ってもいいし歌ってもいいし頭振ってもいいしそれぞれの楽しみ方で楽しんでいただけたらなと思います。で、ドラムス良かったなってことだけ覚えておいてください。ありがとうございました。金子なつきでした。
チームをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。